なんか龍之介とハイネちょっとワンチャンあるんじゃね。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回はサマータイム連打第23話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。はい、ということで今回の感想と考察語っていきたいんですけども、いや、まずやっぱ牛尾ですよね。牛尾がね、もう可愛すぎたね。アンポケ、もうあのアンポケ、いや言われて俺もアンポケって言われたいもんね、牛尾に。いや、なんかその指令を追い詰めてね、まあ、あっちの世界に逃げた指令を追いかけたい新兵と、それを止めたい牛尾、まあ、あっちに行っちゃったらもう戻れない、迷子になっちゃうかもしれない、影である私だけが行くって言うんだけど、まあ、新兵がいやふざけんなと、うん、いや俺も一緒に行くんだ、絶対行くんだって言って、俺はずっと牛尾のそばにおるって、俺は牛尾が好きやって、好きなやつと一緒におりたい、なんか文句あるかって、もうねここでね、このタイミングでの告白素直すぎる告白とね、もういやもうずるいよしんちゃん、このタイミングがずるい、もう何も言えなくなるもんね、牛尾も。もう言ってもらいたかった一言だし、このタイミングで言われたらもうアンポケって言うしかなくなっちゃうじゃん。いやずるい男だよ新平、いや最高だったねマジで。ここで急にキュンってすること言ってくるじゃんと思ってさ、もう俺らもね龍之介のような顔になっちゃったよねえ何こんなところで何みたいな急に何みたいな感じで、いやびっくりしたけど最高だったね。いや前回の話でさ、ミオから告白されたわけじゃん。それに感化されたかわかんないけど、こうスッとね自分の気持ちを伝えたんだよね。まあこれを伝えたのもやっぱミオのおかげかなって、でそのミオを後押ししたのもまたソウちゃんなのかなって、だから今考えると全てはねソウちゃんのおかげなのかもしれないでまあね、影の世界、まあ、常世に向かったんですけども、そこではねなんと牛尾の中にハイネがいて、なんかその自我が分裂して人間だった方のハイネと、ヒルコが分かれてたんですけど、その人間の方のね、お菓子好きのヒズルの友達の優しい女の子の方のねハイネとね接触したんですけども、めちゃんこ可愛いやんけ。もうちょっとねヒルコの方のハイネですでさえちょっと可愛いなって思い始めてたんですけども、ここに来てねこの人間の時のハイネ、まあ、白ハイネとでも言うんでしょうか、めちゃくちゃ可愛いやんけ。二人のためにさ謝って涙を流す姿、もう全てを許してしまったもうこのハイネ見ちゃったらもうなんか許せるし、ヒズルが助けたいって言ってる気持ちもすごい理解できた。めちゃくちゃ可愛いしね、助けたいですよねこの子のためなら、この子のためにもね指令を絶対止めなきゃいけないなって、そして指令のね目的がついに判明したんですけども、その後ろのね目が覚醒して、まあ、目が覚醒したものはその現世では時間も空間も思いのままだと、まあ、それをね利用して指令は、まあ、世界を消すことが目的みたいですね。そのゲームの電源を消すみたいに全てを消したいと、でもなんでこんなエンディングにしたいのかなって思った時に、まあ、人も影も全て嫌になっちゃったのかなって、その神社の主として、まあ、医療の初代目委員長としてね、いろんな人を助けてきたけど、結局そうやって戦争だとか人を憎しみあったりだとか、まあ、殺しあったりだとか、そういうのを見てきて、まあ、全部嫌になって自分の力でリセットしたい、まあ、人類補完計画みたいな、ちょっと偏った思想になってしまったのかなって、本当の気持ちを知れからちょっと聞きたいですよね。どう思ってそうなったのか、ここがやっぱいまいち理解できなくて、知れの影も今現世からね、ヒルコの力で操ってるっていうので、まあ、影自体こっちの世界のね知れの影を消せば、まあ、ワンチャン現世に戻れるんじゃないかなということでね奮闘していくんですけども、まあ、現世のねソウちゃん影見よ側のね協力というか活躍もねあるんじゃないかなってここから、で最後にね牛尾がね気を失ってなんか
空から落ちてきてたんですけども、無事現世に戻れるのでしょうか。はい、ということで以上サマータイム連打第23話の感想と考察でございました。このチャンネルはね、サマータイム連打毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。